皆様ごきげんようご無沙汰しております。北国の冬の車庫はマイナス気温で、なかなか重い腰を上げて作業する気にならないんですよね。もう若くないしな。精神年齢は10代なんですけどね。今回も鉄板1枚貼るだけの動画です。内容ばらしたらここでみんな視聴やめるだろ。良いんですよ。こういうことは言っておいた方が、視聴者様に無駄な時間を使わせずに済みますからね。身も蓋もないセリフだな。しかしカメラのアングルが作業方向と違うだろ。いや、作業に集中して、カメラの存在忘れるのも素人のやる定番ですよ。今回は、前に張った板の下の方を攻めていきます。もうね、表も裏も錆びすぎて、原型がありません。また、マスキングテープで型を取りますよ。皆は大きく錆びる前に直すんだぜ。そうした方がいいですね。アーチがないので、また溶接棒で形作ります。わずかでも原型残しとかないと、こういうこともできないから、切る前はよく考えた方がいいですね。ビビりすぎて作業速度化メーカーなんだぜ。いいですか。切ったバネは戻らない。と、車高を落とすとき先人も言いました。まさに切ったパネルは戻らないので、切りすぎないように考えていくんですよ。そこは経験が物を言うよな。たくさん作業こなすと、応用編も出てくるから、最初は仕方ないですよ。裏はかなりの錆び具合なんだぜ。綺麗な方はちょうど外と中の間の空間だから。直接水とかかからないけど、タイヤハウス内は直だから、仕方ないのかな。グラインダーで切るとバリが多いですね。ここからまた鉄板を切り出します。金切りハサミはトタン用じゃないのか。よくわからないけど車庫にあったやつです。ノギスの先端で毛がいたらダメなんじゃないのか。たまに動画でやってる人いるけど、ダメなのかな。毛がき線をタガネで打っていきます。一応今度は耳を先に作ろうとします。本当はゴム板の上でやるとか。でもバスマットでもいいかもしれない。冬のコンクリート床にはバスマットは欠かせないよな。早速合わせてみます。微妙に合わない。そもそもの形が違うんじゃね？塗
そんなはずは。テープでちゃんと型取りしたはず。とりあえず、くっつけちゃえばなんとかなります。なるはず。切ったとこと相配でないよな。それが溶接の邪魔してるんじゃないか？今落ち着いてみるとそんな感じもしますね。隙間も空いてるし。全然進みませんね。もともと TIG 溶接は半自動溶接に比べて、進みが遅いんだが、さらに素人だと、いつ終わるかわからないな。早送りしてこの速度ですもんね。なかなか厳しいものがあるな。視聴者の皆様も TIG 溶接はやめとこうと。思ったでしょうね。とか言ってる間に、アウターが邪魔になって、切り出したぞ。インナーアウター同じとこで切ったら邪魔でしょうね。他人事かよ。でも切り落としてから調子いいようですよ。すぐ終わったもんな。でまたカメラの電池が切れたのか。今度は寒さで止まったようですよ。ハンマーで耳を作っていきます。ハンマーで適当に叩いても、タガネの線から折れてくれるので、タガネはしっかり、打ちましょう。なんかタガネ線が直線に見えるんだが。R が上と違う気がしますね。明らかに失敗ですね。せっかく作った耳を切り落としてるぞ。多分耳が突っ張ってうまく曲がらないんだと、そう思ったのではないですかね。毎度ながら他人事なんだぜ。よくわからないけど叩けばなんとかなる。って思ってないよな。もちろん。なんとかなるんじゃなくなんとかするんです。ここはインナーなので、アウターがちゃんと被されば、不格好でも見えなくなるから、割と気が楽ですね。まあいいでしょう。気を良くして次へ行きます。テープ貼って型取りは変わらないな。まあ基本ですよ基本。誰に教わった基本だよ。先生はいません。
次回はこの先を作っていきますが、寒さで GoPro の調子が最悪で、動画が飛び飛びになる予感です。予感ってなんだよ、もうわかってるんだろ。というわけですみません。またね。